ケネス・クラークは著書、名画とは何か、で、ディエゴ・ベラスケスのラスメニーナスを取り上げた。この絵は、傑作と名高く、1985年には、イラストレーテド・ロンドンニュースの投票で、世界最高の絵画に選ばれている。傑作は、非常に優れた作品のことで、中国語でも日本語でも、そういう意味で古来用いられた言葉である。ただし、日本語ではそれから派生して、 言動が突飛で滑稽な意味で用いることもある。傑作は名作や代表作などとともにヨーロッパのマスターピースの役語として用いられる場合がある。以下は主にそうした面を書く。マスターピースとは非常に批評的な価値が高いとみなされ、特にある人物のキャリアの中で最も優れていると考えられている創作物または傑出した創造性や技術。 出来栄えからなる作品のこと。歴史的には、ギルドやアカデミーの会員資格を得るための、非常に高い水準を持った作品を指す。マスターピースという語は、オランダ語のミスターズトゥークあるいは、ドイツ語のメイステアスタックに由来する可能性が高い。英語、またはスコットランド語において、マスタースティックという語の形が最初に記録されているのは、 1579年のアバディーンのギルドの規則の中である。一方、マスターピースという語の形が初めて見出せるのは1605年のベン・ジョンソンの月記の中であり、この時すでにギルドとは関連のない文脈で用いられている。英語においてはマスタープライズという語も初期のバリエーションとして見出せる。英語においてマスターピースという語は 様々な状況で波外れて良い創造的な作品を指す言葉として急速に浸透し、使われ始めた頃には、神や自然のマスターピースとしての人間を指す妖霊がしばしば見られた。花型のゴブレットのデザインズ、フランソワ・ブーシェのリナルドとアルミーダ。1734年、パリの王立会が彫刻アカデミーに入るために制作されたレセプションピース。 ジョン・エヴァレット・ミレーのディプロマワーク、ベラスケスの思い出1868年本来、マスターピースという語は、ヨーロッパでかつて行われていたギルド制度において、親方になるために、徒弟や職人が制作した作品を指した。ギルドの会員としてふさわしい力量を持っているか、どうかは、ある程度はマスターピースによって審査され、それが認められれば、その作品はギルドに保管された。それゆえに、 菓子製造、絵画、金細工、刃物、家事匠など、その他どんな趣向業者においても、素晴らしい作品を制作することに、多大な注意が払われた。一例として、1600年代のロンドンの金、細工紙カンパニーでは、ゴールドスミスホールの仕事場において、カンパニーの監督下でマスターピースを制作する、よう、徒弟たちに課していた。この仕事場は、カンパニーが、 金細工技術のレベル低下を懸念するようになった結果、水準を維持する目的で設置されたものだった。1607年、金細工士カンパニーの幹事たちは次にように訴えた。金細工の技と神秘に対する真の修練は、大いなる腐敗に至らんとするのみでなく、四方八方へ無賛してしまった。ゆえに、今や、多くの、あるいは幾人かの手助けなしに、一枚の金属板から、 あらゆる装飾やその部品を完璧に仕上げられる職人はほとんどいない。カンパニーは依然としてマスターピースの制作を課していたが、もはやその監督下で制作されてはいなかったのだ。ドイツのニュルンベルクでは1531年から1572年にかけて親方になりたいと定には、ギルドへの入会を承認される前に、花形のゴブレット、鋼鉄製の印鑑の金型、 宝石のついた金の指輪の制作が課されていた。ギルドへの入会が承認されなかった場合、他の金細工師の下で働くことはできたが、親方として働くことはできなかった。ギルドによっては、ギルドの会員権を完全に売るまで結婚が許されない場合もあった。マスターピースを制作する観光は、近代の芸術アカデミーでも受け継がれている例があり、今日では一般にそのような作品を、 レセプションピースと呼んでいる。ロンドンのロイヤルアカデミー・オブ・アーツでは、ディプロマークと呼び、会員権の条件として受け取った、ディプロマークの素晴らしいコレクションを獲得している。現代の英語では、マスターピースという語は、ある特定の創造性あふれる芸術家や職人の最高の一点を伝統的には意味するが、優れた質を持った作品であれば、創造的でない作品、様々な種類の効果、 または貴重なもの、大量生産品までも含めて、マスターピースと呼ぶようになってきている。マスターピースという語は、ロレックスの腕時計のランク、トランスフォーマーの玩具、マックスファクターの化粧品、主体夫のぬいぐるみといった商品のブランド名として採用されている。ありがとうございます。